皆さんおはようございます。ファーミングシミュレーター22欧米論編、今日も続きをやっていきたいと思います。現在ですね、3月の朝を迎えております。時刻は7時24分ですね。現在こちらの、前回新しく買った、畑ですね、32番ですかね、32番の畑で、大津麦の作付け作業を行っております。それとですね、並行でちょっと飛んでいくんですが、こちらのメインの畑ですね、30番の畑で、もともとこれ草が植わってたんですが、3月今月ですね、ついさっきまでなんですが、草の収穫作業をやってまして、でそちらの方は、無事終わりましてですね、草の方はベールにして、ラッピングしてですね、いつものようにサイレージビジネスをしようと思いまして、売却場のところに積み上げてる状態ですね。でその後から、こちらカルティベーターを当てて、でその後ろから、ひまわりの作付けですね、ひまわりの作付けをして、で一番向こう側がローラー掛けをしてるところですね。でちょっとね、畑の状況を確認したいんですが、ちょっとですね、私の思惑が外れてるところがありまして、こちらがですね、草を、収穫した場所、場所ですね。で畑の情報がですね、草で収穫済み、肥料散布が 50% になってるんですよ。でこちらが草を刈る前ですね。草を刈る前も、あれなんかちょっと中途半端で、あれだ。でも草を刈る前もやっぱりちょっと落ちてますね。時間が経ってるからかな。確かね、前回はこう肥料散布済み 100% で、収穫のボーナスも 100% だったと思うんですけども、収穫量ボーナスか。100% だったと思うんですが、ちょっとね、刈り取りをしたらですね、肥料散布済みが 50% になって、ちょっとスラリーを撒いたのが、ちょっと消えちゃったっぽいですね。で、それを知らずにですね、しばらくは、肥料をですね、撒かないで種まき、作付け作業をしてたんですが、急遽ですね、こちら、前に肥料散布のアタッチメントを取り付けて、今は肥料を散布しながらひまわりの、作付け作業をやっております。で見ていただくと、ですね、肥料散布済みは 100% になるんですが、収穫量ボーナスが 95% ですね。ちょっと 100% まではいけてないですね。こっちローラー掛けした後ですね、 98%、これは例年通りのパーセンテージでしょうか。なのでですね、ちょっとね、スラリーを巻くタイミングが早すぎたっぽいですね。だからこの草を刈り取った後か、この耕した後にスラリーを巻いた方が良かったのかな。スラリーが堆肥ですね、の方を巻いた方が良かったのかなと。で、それを撒いた後に作付けするか、作付けした後に肥料を撒くかは、そこはそんなに影響はしないような気はするんですが、いずれにしても、スラリーと、堆肥を撒くタイミングがちょっと早すぎましたね。だから、草だけに養分がいってしまったということなんでしょうね。草の収穫量が増えたかどうかなんかちょっとわからないので、今回はちょっと 100% には届かなかったという結果ですね。だから次回は、
まあ、草の作付けをして、でその後に、まあ、草を収穫して、おそらくね、また3月になると思うんですよ。ここずっとひまわりで回してるので、で3月に草を収穫して、でその後にスラリーマスターは堆肥をまいて作付けをしようかというふうに思います。はい、そしたらですね、まあカルティベーターの方はもうすぐ終わりますかね。で今月はですね、3月は、まあ、こちらのひまわりの作付けと、向こうの大紬ですねの作付け、それとあとは、売却する商品としてひまわり油が確か高値になる季節じゃなかったでしょうか。ちょっと待ってくださいね。蜂蜜とかもあるのか。蜂蜜も、あ、蜂蜜2月だったんだ。あー、そうか。ちょっと蜂蜜もそうですね。もう今年、今月ちょっと売りましょうかね。じゃあ蜂蜜とひまわり油を売却するようにしましょうかね。今3月なんで。はい。ということでやっていきましょうかね。そしたら、ここからはですね、まあそれをちょっともう一連の流れをですね、ご覧いただこうと思います。現在ですね、ひまわりの作付け作業後のローラー掛けですねの方をやっていってます。でその後から、除草機を当てまして、まあ、草が生えてこないようにする作業ですね。それも並行でやっていってます。はい、そしたらこれはですね、ちょっとヘルパーさんの方にお願いをしまして、ちょっと私の方は家畜の様子をちょっと見たいと思います。あ、ここですね。で、あの収録外でですね、こちら堆肥の山をですね、移設しました。こちらですね。はい、そしたら、堆肥が出るようになりましたね。はい、これ堆肥になります。で、おそらく、まあ遠かったということなんじゃないかなと思います。今このそうですね、堆肥前回こちらの畑買いましたので、それの、まあ、畑の中ですね、に建ててます。まあ、でもそんな変わるかなと思うんですけどね。まあ、近いといえば近いかな。まあ、向こうは斜めに対角線上になるんでね。まあ、でもそんな変わらないような気もするんですけどね。まあまあ、はい。まあなんとかですね、無事出るようになりましたので、まあこちらの堆肥の方はまた、あの畑の方に散布する形で肥料として使いたいなと思います。はい、そして、
て、一応ね、サイレージベールの方は、こちらの方に、まあ、少しストックを増やしました。で、あと、干し草があと2つなので、まあ、干し草もですね、若干、ここにストック増やそうかなと思っております。で、牛さんの方ですが、3月ですよね、今。ちょっと、見てみましょうかね。あれからどれぐらい経ちましたかね。80% になってますね。繁殖 80%。だから、あと、2ヶ月すると、まあ、子牛が生まれるという計算になりますかね。で、餌の方もですね、要はあれから1回も与えてないんですよ。でもまだ4万9千リッターありますので、やっぱね、5頭しかいないんで、餌の減りはかなり少ないですね。で、まあ、牛乳スラリーの出来も、まあ、そんなには良くないということですね。牛乳が今4753リッターですね。もうちょっとあった方がいいですかね。いや、いつでも、もう、工場建てれるんですけどね。もう建てちゃいますかね。お金もなくはないんですよね。そうですよね。もう建てちゃいましょうか。で、牛乳と砂糖をね、ちょっと供給しときたいんですよね。じゃあちょっと今建てましょうか。建築。こちら生産ですね。で、製造所の、これですね、乳業工場。こいつを建てたいなというところですね。で、場所はこの辺りにしようかなと思ってまして、で、これ、搬入するところとかをちょっと見とかないといけないですね。こっからチョコレートがまあ出てくるわけですから、それを、積み込んだりする場、あ、ここか。ここは、そうか。あとは、牛乳を供給する場所ですね。あ、ここですね。あ、このサイロのところに牛乳を入れるわけですね。で、砂糖は工場から供給にしてもらえれば、多分もう運ばないで直接ここに運んでくれると思いますので。ですね。ここね、ちょっとね、炭切りを大きく取っときたいなと思ってて、この大型トラックがね、これ曲がれないんですよ、ここ。だからちょっとね、斜めにしてみましょうかね。こういう感じで。で、後ろが、供給する場所ですよね。で、荷下ろし場所が、ここ。あれ？荷下ろし場所どこになった？わかりづらいんだよな、これ。多分左側だったと思うんですが、あ、そう、あれ？あ、ここか。後ろか。あ、これ一緒のところにあるんだ。なるほど。じゃあ、この裏側を、大きく開けといた方がいいですね。なるべくじゃあ前に立てときましょうか。まあ、と言ってもここ炭切りしたいから、あんまり前っちゅうわけにもいかないですよね。まあ、こんなもんでいいか。若干開けて、この辺にしましょうか。はい、じゃあこちらの方に建築します。あれ？あ、オブジェクトか。これまた三角ボタンですね。はい、7万ユーロですね、はい。はい、じゃあ建築しました。で、後ろの方に、出てくるのがあるのかな、ここが。そうかな。もうちょっとこう広い方がいいけどな。ちょっと、積み込みするであろう。トラクター、こいつか。ああ、そっか。ちょっとじゃあ、ここ、ああ、先あっち行こうか。はい、じゃあ、ちょっと、このトラクターを、なんだっけ、乳業、ちょっと名前をね、すぐ忘れるんですよね。乳業工場。乳業工場の方に、ちょっと向かいたいと思います。
こですね。ここに来て、で、こっちの方にトレーラー止めたらいいと思うんですよね。で、積み込むときは、ここをぐーっと来て、こう来て、おっと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 。こうか。あれが見えないんだよな、これ。これちょっとここ高低差ありますね、ここ。ちょっと積み込んでみて、ちょっと難しければ、少し変えるかもしれませんね、これね。まあ、造成工事、また、必要であればやっていきたいと思います。まあ、広さとしては、これぐらいあった方がいいと思いますんで、前の方が、まあ、若干狭いですが、まあ、これはもう、致し方ないかな、ということで、いきたいと思います。いや、これでも、結構狭いな。あ、でもしょうがないですかね、これは。こう来て、で、ここを曲がっていくわけですよね。でね、あと、大型トラックは、もうこっちを通ってもいいかもしれないけどね、こっち側をね、こう。あ、そうしよう。それであれば、そんなに広くなくていいかな。コンバインとかが通るかどうかはちょっとあるか。あの、大きなやつね。あ、でもまあそうなってくるとここも通らないわけですからね。あ、いいと思います。もうこれで行きましょう。で、様子見て、また移設するんだったら移設しましょう。はい。そしたらですね、今から、引き続き、ひまわり油ですね。ひまわり油の出荷作業を行っていきたいと思いますので、引き続きご覧ください。それではですね、今こちら、ひまわり油の方を、農夫の庭の方に、売りに来てます。で、道中ですね、ちょっとトラブルがありまして、まあ、なんとか復活しましたが、98,912ユーロですね、はい、
ちょっと話の途中になったんですが、これひっくり返った場合の、まあ、復活の方法が、なんかさっきうまいこと言ったんですけども、これ横転した時に、このトレーラーを展開するっていうのがあるんですけども、これをやるとさっき復活しましたね。もともとはこういう、まあ、側の方をこう立ててる状態で走行してひっくり返ったんですよ。で、これを展開するこの開く力でどうも立ち上がったみたいですね。まあ、そういうこともできるみたいなので、まあ、もしそういう機会があったらちょっと試してみてください。そしたらですね、ちょっと財務状況ですね、最終、どれぐらい儲かったかというのをちょっと見たいと思います。3月ですね、建築費は、乳業工場ですかね、を建てましたので、それの分と、まあ大きな支出はそれですかね。あとはまあ種代とか肥料代とかですね、あとまあ賃金、ヘルパーさんの費用ですね。で、収穫物による収入っていうのが、これ、蜂蜜ですね。それと、先ほど売却した商品が10万7千ユーロが、先ほどのひまわり油と、あとグリーンハウスのやつが混ざってんのかな？はい。まあ、そんな感じですかね、今月の収支としては。で、2月が、1月にですね、サイレージベールを売ってるので、売却したベールのところに24万9000ユーロという結構大きな額が計上されてますね。はい。で、合計がですね、今68万3162ユーロということですね。はい。じゃあちょっと、建てた乳業工場の方に戻りましょうかね。さっきこれ助けに来てくれたんですけど、これもうリース品なんで、とりあえずもうここに置いときます。で、ここか。はい、これですね。こちらが、今日、建築した、乳業工場になります。こういう角地だったらやっぱ生えますね。はい。で、こちらの方で製造できるのが、チョコレート。それと、チーズとか、ちょっと見てみましょうか。そうですね。チーズ、それとバターという、この3種類が、製造できます。でですね、砂糖は、もうこの砂糖工場から、供給にちょっと変えようと思います。今、貯蔵になってるんですけども、こいつを、供給にします。あ、これでいいのか。もう全部供給になるね。はいはい。で、もう砂糖はもう相当たくさん、製造されるので、まあそれをもう全部こちらの方に、運んでもらって、で、チョコレートですね。チョコレートの製造をしたいですね。で、チョコレートはレシピで牛乳と砂糖でチョコレートということ。これどういうことなのかな？おそらく砂糖1、牛乳1でチョコレートが1できてくるという、そういうことだと思います。で、チーズとバターはちょっとそれが違うんですね。バターは牛乳だけで、牛乳が15で13バター。で、牛乳3に対してチーズが2ってことですね。なるほど。でね、バターとチーズは、製造はしばらくしないです。で、とりあえずチョコレートを作りたいということで、チョコレートを作ろうと。で、そうか、牛乳運ばないといけないですね。牛乳はまたちょっと、今トラックが、ここにあるんで、また、収録外で私牛乳運んどきます。はい。で、今日は、まあ、ひまわりの作付けと、あと、大つむぎの作付けですね。それとこの乳業工場の建設をやりました。
で、まあ次回はここからそうですね、チョコレートを作り出して、またその製造を開始するということをやっていきたいと思います。としたら収録外でやってるかもしれませんけど、まあチョコレートが出てきて、出てきたところとかは、またご紹介できるかと思います。はい。そしたらですね、今日はこの辺りで終わりたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。さようなら。